や、ゲートアルゲメント、あ、ゲットきたと思います。今日はね、3月4日にやってきました。大型アップデートにより発覚した、アーク1のコンテンツが終わりに向かっているよねっていうところの話をしていきたいと思います。アーク2のね、発売に向けて、まあ、俺たちのね、アーク1がもう完全に実質新規サービスをもうやらないような形で、現状維持の状態になっていくよねっていうような感じとなっております。それでは本日も、こちらこちら説明。今回の大型アップデートについて、そして2つ目、アーク1の終焉、そして最後にアーク2へやっていきたいと思います。でまず一つ目にね、今回のこの話がね、具体化したところの内容としてはやっぱりね、大型アプデが3月4日に来たっていうね、この内容がでかかったんだよね。で内容としてはですね、どんな感じかっていうと、なんかね、めちゃくちゃね、容量が大きいらしくて、実はダウンロード段階では5ギガぐらいなんだけど、なんかインストールめっちゃ長いよねって話をしてたんだけど、なんかね、展開してみた結果、実は最終的な内容量の増加がなんかね、百何十ギガみたいな感じらしいんですよ。なので結果的に実はめちゃくちゃな量がアップデートとして入っている臭いんだよね。なのでかなりね、ヘビーな内容と、今回の、アップデートになっております。はい。っていう感じで、めちゃくちゃね、大容量の大型アップデートをしたんだよね。1マップにつき70個以上のアップデートがあったので、でマップをね、たくさん持っていれば持っているほど容量がね、大きくなったっていうような形はありますので、そういった形で百何十ギガっていうね、結構ね、爆増した感じですので、今回の内容としてはかなりえぐいにアップデートだったよねっていう感じなんだよね。でこれはね、なんかね、結構ね、アップデートしても本当になんかアーク1の最後にですね、綺麗に終わらせるためになんかね、まあ、残っていた掃除をしたみたいなイメージで、今までね、結構やっぱりなんていうかな、問題になっていた多くのメッシュ問題とか地形問題をかなり解決したっていう感じだったんですよ。でそれとともに入ったのが何かっていうと、ヘルナさんのね、このストアを見るとわかるんだけど、なんですね、このイベントスキンがあるんだよね。イベントスキンが今後はイベントが終わり次第ヘキサゴンのこのストアに並ぶようになりましたみたいな、そんな感じなんですよ。でこれどういうことかっていうと、まあ、ちょっとね、明言はしていないんですが、2022年のイベント全て終わった後にPC 版はイベントを、まあ、オーナーですね、非公式サーバー運営している人とか、あとはローカルだったら自分でアクティブイベントを使うことによって、みんなが好きなタイミングでイベントをね、遊べるようになりましたって感じ。今までだとどんな感じかっていうと、一回一回運営がデータを抜いて、運営がイベントをやりたい時にアップデートデータを一緒に入れているっていうような形だったんだよね。なのでそんな中で今回はですね、ついにですね、イベントすらもうやんないっすみたいな感じで、まあ、具体的に言うと、まあ、自分らでイベントやってもらって、今後我々はアーク2やりますわみたいな、そんな感じの雰囲気ですよねっていうところなんだよね。で今回のアップデート内容の文章としても、アーク1のっていう言い方をしてるんだよね。今までそのアークに、アーク1もクソもなかったのに、アーク1のイベントのスキンは今後2022年の最後のイベント、まあおそらくウィンターワンダーランドね、サンタさん出るやつだと思うんだけど、あれが終わった後に好きにイベント適用して、みんなが好きにイベント使えるようにしますみたいな形で書いておりますので、まあ残念ながらやはりアーク1というかアーク2に行くのかなと、そんなね内容です。はい。でもう一個ポイントがあって、プレステというかコンソール版ね、まあ、プレステと Xbox なんだけど、これにも言及していて、内容としてはですね、おそらくこの大型アップデートがワンチャンプレスには入らない可能性があって、っていうのも内容をよくよく見ると、コンソールプレイヤーに関してはヘキサゴンストアから全てのイベントスキンを購入、まあ、入手できるようだから、購入かただで入手かどっちか分かんないんだけど、そういった形で2023年以降はそのような入手ができるような形に切り替えますって書いてあるんだよね。 PC 版はいつでもイベントが適用できるようになったっていう形、おそらくそれは今回のめちゃくちゃ百何十ギガっていうね、大容量のアップデートがあったその裏で、今までね、一回一回イベントごとに抜いていたイベントの内容を全部ね、もう入れちゃったんだと思います。あとはプレステに関しては、やっぱりデフォルトのプレステとかさ、ちょ容量少ないじゃん PC と比べると、なのでそれを考慮して、今回のこの百何十ギガのアップデートはワンチャン
プレステ来ない代わりにあのヘキサゴンストアでいつでもあのなんていうかなイベントスキンですかこれを買えるように2023年以降はやりますみたいな感じで、まあ、持っていったというか、まあ、妥協点を作ったのかなというふうに俺はね想像してますね。なのでこのような形であのアップデートは3月4日に、まあ、入りました。 PC だけにっていう感じなんだけど今はねっていうところなんですよ。なので今回ですねこの PC に入った大型アップデートの内容からして、まあ、なかなかねあの新しいものが見えてきたんじゃないかなっていうところではあるので、この2つ目の項目であるアーク1の終焉っていうところをちょっとね見ていきたいと思います。でアーク1の終焉に関してなんだけど、まあこの今回の、まあ、内容としてもやっぱりねあのさっき言ったアップデ内容ですね、どう考えてもまあアーク1の終わりですよねっていうような形にしか見えないんだよね。でまあこれがどういう形になるかっていうと、具体的に言うと今後はあのイベントで新しいスキンとかチビペットがおそらく出なくなりますっていうのがやっぱり一番大きいかなっていう感じなんだよね。今まではさっきも言ってたんだけど、イベントが始まり終わりのタイミングで毎回ねあの運営がちゃんとねイベントごとにこのイベント内容をですねちゃんと入れたり抜いたりっていうことをしていたんですね。なのでそこら辺を考えますと、まあ、今回の PC に来た大型アップデートの、まあ、大容量に関しても多分イベントデータなのかなと思ったりもするし、今回のわざわざアーク1っていう表記をしたり、まあ、こういった形であのイベントスキンは今後あの手に入りますよみたいな話をしているので、まあ、そこら辺を考えますとやっぱりですね、まあ、アーク2も出ることですし、まあ、出るか分かんないけど本当に、まあ、とりあえずアーク1を終わらせに来ているよねっていうか、なんなら2022年で運営主導のイベントってもう来ないんじゃないんですかっていうのを、まあ、なんていうかな、匂わせているというか、まあ、あの、はっきり明言はね、していないんだけど、一応2023年以降も、ちゃんと、なんかバグとかの修正とかフォローアップはするんだけど、まあ、新しい展開とかはないよね、みたいな形ではありますので、まあ、そこら辺踏まえて、まあ、ちょっとね、今回の、まあ、内容、アーク1の終焉っていうところに、まあ、なっていくんじゃないかなっていう感じなんですよね。なので、まあ、ほぼほぼサービス終了に近い形といっても過言ではないかなっていうところで、まあ、一応ね、そのバグのやばいのの修正とかするのと、あとは公式サーバーの上、まあ、多分ね、続けると思うんだけど、まあ、それにしても結局なんだけど、まあ、あの、MMO とかね、やったことある人はわかると思うんだけど、まあ、衰退していく場合って、まあ、もちろんねあれなんだけど、あの普通にさ衰退していくと思うんだけど、あのアップデートがなくてただただ平常運転の現状維持するっていう形になると、公式サーバーをね、なのでだんだん人が少なくなっていて維持費が賄えるのがちょっとマイナスになってきて、じゃあちょっと縮小しましょうかみたいな感じでだんだんね公式サーバーの数が少なくなっていくっていうような、まあ、そんなねあの進展になっていくんじゃないのかなというような形ですね。なので、まあ、ほぼほぼねもうアーク運営がアーク1にタッチするのはもう本当になんかやばいバグが見つかって、あ、これやんないとプレイできないよねみたいな、修正しないとやばいよねっていう時ぐらいというね、まあ、意味合いだと思いますので、まあ、お疲れ様でしたという形で、はい実はね俺もねそろそろこれ来そうだなって思ってたんだよね。まあ、なんかそんな匂いはしておりましたので、まあ、やっぱりね、まあ、ついに来たかというような感じではあります。はい、という形で、まあ、あのアップデートから、まあ、予想されるというかほぼほぼね、まあ、あの答え合わせになってるんだけど、まあ、明言はね一応ねしてないんですが、多分ねあのアーク2が延期したりとかうまくねこうなんかアーク1から2につなぎができない場合に保険かけてるんだと思うんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、現状だと、まあ、終わらせに来ているアーク運営がっていうような形は、まあ、あの見て取れるかなというような状況になっております。それでは最後に今回のアーク2へをやっていきたいと思います。で結局これあの何のためにあの運営をやってるのっていうのは、アーク2のために全部やってるんだよね。アーク2にあのハリウッド俳優のウィン・ディーゼルも入れるしみたいなっていう感じで、結構な力の入れようですので、これを踏まえていかにアーク2を成功させるかっていうところがやっぱりね、まあ、アーク運営の今の、まあ、大きな目的にはなると思うんだよね。
で、まあもちろんね、これはどこの成功かっていうと、ぶっちゃけ言うと日本じゃなくて、まあ日本の何倍も人口がいる英語圏の話なので、まあ正直日本に対してのなんかあれとかっていうのはそんなにね、多分、まあ昔もないけど、まあ相変わらずないとは思うんだけど、あんまりね。まあなんだけど、まあとりあえずそのような形で、まあアーク2を英語圏で成功させるっていうための手。であるっていうのはね、やっぱりね、まあ、考えられるので、まあ、ただね、ポイントとしては正式発表だとアーク2は2022年にリリースを予定しているという形ではありますので、これはどういうことかというと、一応ね、6月に2022年6月にフィヨルドっていうね、アーク1でのおそらく最後のマップが出るんだよね。無料マップなんだけど、カスタムマップが出て、でそっからさらに、6月なので半年ほど2022年は猶予があるので、いつもの感覚、まあ、近年のやり方だと年に2マップ出してるんだよね。1年を半分に分けて2つマップを出していて、今回はフィヨルドだけなので、2020年はおそらく後半に、まあ、ロストアイランドが12月に出たみたいな形で、多分なんだけど、アーク2を2つ目のマップの、代わりの位置に置いて出したいんだと思うんですが、問題は2021年の後半から全くアーク2の情報が入ってきておりません。はい。ということでね、時間も約束もあんまり守れない、運営なので、これ大丈夫かなみたいな、なんかもうテンション上がっちゃってさ、なんか先にさ、やっちゃってしまって、これ良くないパターンなんじゃないかなって俺はぶっちゃけ思ったりもしています。はい。これ本当にさ、うまい具合にアーク2につなげれんのかなみたいな感じで、アーク2これなんか変にさ、延期して滑っちゃうんじゃないかなって俺は心配しています。はい。まあ、ただね、俺はね、アーク2結構楽しみにしているので、まあ、そもそもアーク1がね、俺の中ではめちゃくちゃ大好きなゲームの一個になってますので、まあ、その続編っていう形なので、もちろんね、予約してね、発売日にはプレイしますけど、どうなるかマジでわかんないなっていう感じなので、本当にね、楽しみと恐怖が入り混じっている感じにはなっております。はい。現状だと、まあ、普通に遅れそうな匂いがめちゃくちゃするし、今更これどうやってタイミングよく出すのかなっていう形にはなるし、まあね、本当に分かりづらいというか、アーク2が出るのは本当にどうなるか分かんないって感じで、2022年が終わってみないと、本当になんか土壇場にならないと分かんないかなみたいな、そんなイメージがしてますね。でもアークのね、ちゃんとした正式な後継作品で、ストーリーとかもね、なんか、ね、引き継いでいるっぽいので、まあ、そこら辺看板見てね、多分アークが好きな人は、まあ、普通に楽しめるね、作品だと思いますので、まあ、そこら辺考えると、まあいい感じのね、まあゲームなんじゃないかなとはね、僕は思っておりますし、そうであると願いたいですね。はい、ウィンディーゼルまで使ってますから、ワイルドスピードの主人公ですよ、皆さん。みんなが知ってるようなハリウッド俳優を使うっていうことなので、まあ、かなり気合の入れようがやばいですので、まあ、ぜひね、いい感じの、まあ、アークの後継作品にしてもらえると非常にありがたいかなとは思っておりますね。で、まあ、ぶっちゃけね、最後余談なんだけど、これはね、まあ、予見できたっていうか、まあ、予見俺してたことなので、まあ、そろそろ、まあ、アークちょっとあれかなみたいな感じで、まあ結構ね、大きい YouTuber の人もアーク最終回みたいな感じでアークをね、終わらせにかかってる人とかもいたりもしてですね、やっぱりそのアーク自体がね、コンテンツパワーがちょっとね、そんなに強くなくなってっていうか、まあ結構ね、まあ、元からそんな、なんていうかな、すごいマリオとかモンハンみたいに超強いってわけじゃないんだけど、一部にはすごい人気だったんだけどっていうところで、まあなかなかね、まあ面白い感じのゲームではあるんだけど、やっぱりどうしても人を選ぶっていうところとか、あとはもう発売して、まあ6年、7年経っているっていうところがね、なかなかね、ちょっとね、コンテンツパワーが、まあなんていうかな、3年前、4年前と比べると、まあ弱くなってきているっていうような形なのは否めないっていうところだったので、まあ来るべき時が来てしまったなというような感じではありますので、まあここはね、まあゲームやってるとね、しょうがないので、まあぜひね、アーク2を待ちつつ、僕は、まあマインクラフトも新たにやろうかなっていう感じでね、まあやりますので、まあそんな感じで、まあ楽しくね、まあいろいろ好きなゲームやっていければなとは思います。で、まあとりあえずね、アーク2は、わからん。アークスは分からんわ、どうなるか。マジで分からん。本当に。どうなるか分かんないし。なので、まあ、とりあえずアークスを楽しみに待ちつつもという感じではあるんですが、まあ、はい、というような感じです。はい。
といったところでね、今回はこの辺にしておきたいと思います。ついにね、まあシーズンというかなんていうかな、ゲームにはねつきものではあるんですが、まあ終わりが見えてきましたよっていうのが明確にね見えてきましたので、まあ、ここら辺ね、まあちょっとぜひね、最後のフィヨルドを楽しめたらいいのかなとは思っていたりしますね。まあ、正直そのフィヨルド出した後でも良かったんじゃないかと思うんですけどね、僕はこの発表。はい、あーじゃあもう終わんのか、まあじゃあいっか、ここら辺でアクアってならない人によってはね、ということなので、まあ、相変わらずね、まあ、なかなかこうなんていうんですかね、ブランディングといいますか、マーケティングといいますか、運営といいますか、少し苦手なドリーさんではありました。はい、それではアーク2が2022年に、バグがなく素晴らしいゲームとして出ることを祈っております。ていうかあとプレスにもちゃんと出してねそれでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。